誰よりも厳しく美味しさを見つめる人がいる。誰よりも優しく美味しさを育てる人がいる。誰よりも丁寧に美味しさを届ける人がいる。そして誰よりも嬉しそうに美味しさを待っていてくれる人がいる。この国の人が作る美味しさを私たちは未来へつないでいきたい。美味しいねって未来でも言えるように。食と農を未来へつなぐ JA 全農。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。収穫された野菜たちがこう見えてくるみたいな、ずっとワンカットで見せてくる流れなんですけど。ちょっとやってみていいですか？練習して。間違いない。農家の人が切って食べてください、持ってきた野菜を食べてみたいな気持ちでやってもらうといいなと思ってます。はい。よろしくお願いします。この人参で降りてきてもらって、ここもどうですか？緑の芽がついてる。はい。トラクター乗ってもいいかな。トラクター。こちらから大丈夫か。こっちから乗った方がいいでしょ。はい。両方踏んだままでこれ海を回せばいいんですか。大丈夫か。皆さん自分の足入ってくださいね。ご自分の足入ってくださいね。あ、本当。電源ついた。もっと。怖い。大丈夫。絶対もう離して。そうでした。あれだった。すごいですね。こんな大きい。OK です。すごく豪華なセットの中でドローンが飛んでいたりとか、こう大きなカメラで上から撮影をしてもらったり、あとは本当にたくさんの新鮮な野菜と果物と撮影をすることができて、すごく貴重な一日になりました。そうですね。やっぱり本当にたくさんの野菜と果物が本当にカラフルに出ていますし、この CM の中でどういうふうに私たちの普段の食卓に届いているのかっていうのをこう説明してあると思うので、それがすごくまた自分自身がいただくときにすごいありがたさを改めて感じましたし、すごくスケールが大きいので、もう私も完成が楽しみです。いや、もう本当何食べても美味しいと思うんで特に毎日美味しいと思ってるんですけど、やっぱり焼肉がすごい大好きなので、焼肉を食べた時はやっぱりすごい美味しいなっていう風に思いますし、パワーもつくので、最近美味しいと思ったのはやっぱ焼肉を食べた時です。やっぱり私はスポーツ選手ですし、食べるものがやっぱり体を作ると思っているので、もちろんトレーニングもそうですけど、やっぱり日々の健康をしっかり保つためにもやっぱりしっかり食べるっていうのはすごく一番の基本かなっていうふうに思うので、自分自身食べることっていうのはすごく意識していますし、バランスよくたくさん食べるっていうのは本当にすごく意識して普段から生活していますし、大事なことかなっていうふうに思っています。これまでもたくさんの経験を本当にさせてもらって、いろんな舞台での試合を経験してきて、これからも本当に選手として目の前の試合を一つ一つ全力で戦っていきたいと思いますし、その中でやっぱりまだまだ成長しなきゃいけない部分がたくさんあるので、毎回毎回どんどん成長していけるように頑張っていきたいなと思います。私は7歳から卓球を始めて21年になるんですけど、私の場合は卓球を通して教わったことっていうのがすごく多くて、その中でこれから、卓球をやってる子どもたちもそうですし、これからスポーツだったり何でもいいんですけど、いろんなことを始めるときに目標を持って、何か熱中できるものを見つけて頑張ってもらいたいなと思いますし、なんか自分自身たくさん卓球を通して教わってきたものを今度は未来の子どもたちっていうか、これから何かを目指す子どもたちに少しでも伝えられたらいいなと思いますし、自分が経験させてもらってきたことを少しでもたくさんの方に伝えていって、何か目標だったり熱中できるものを見つけるきっかけになれたらいいなっていうふうにすごく思っています。